ヌーの別天候とは、アメリカ合衆国のギタリスト、ミュージシャン。作品が予定通り発売されないことが多く、発売予定日が延期になること、未定になることなどが、通称、ヌーのタイムと呼ばれる。一方で、ハイセンスな作曲能力、ギターテクニックにより、ミュージシャンズミュージシャンと呼ぶ声も多い。その腕を買われて、セッションプレイヤーとしても活動したことがある。 特に有名な仕事としては、ジャネット・ジャクソンのブラック・キャットへの参加があり、1990年のビルボードチャート1位獲得に貢献している。1966年9月20日に、ポルトガルのアゾレス諸島にて10人兄弟の末っ子として生まれる。4歳の時にアメリカ・マッサチューセッツ州ハドソンに家族で移る。10歳の頃からギターのみならずピアノ、ベース、 ドラムなども始める。1985年にバンドエクストリームを結成し、1989年にアルバムエクストリームでデビューする。1990年に発表したアルバムポルノグラフィティに収録されたモアザンワーズにて、翌1991年に全米1位を獲得する。1996年にバンドを脱退。その後はソロなどで、 精力的に活動を続ける。アルバムとしては、ヌーの名義で1枚、モーニング・ウィドーズ名義で2枚、ポピュレーション1名義で1枚、ドラマゴッズ名義で1枚リリースしている。2005年にはエクストリームを一時再結成し、ツアーを行った。2007年、ペリー・ファレルと共に結成した、サテライトパーティーが、デビューアルバム、ウルトラ・ペイローデッドを発表。同年7月、 サテライトパーティーを脱退。2008年、エクストリームを再結成し、アルバム、サウダージでロックを発表した。ファンクの影響を受けていることが大きな特徴であり、エクストリームの楽曲の中でも16ビートを基調としたファンキーな曲が多い。エクストリームは1980年代に登場した LA メタルに分類されることが多いが、そのバンドの中でもエクストリームを特別たらしめている。 要因の中にヌーノのファンキーさがある。そのため、エクストリーム自体がファンクメタルという新しいカテゴリーにくくられることも多かった。エドワード・バンヘーレンの大ファンであり、大きく影響を受けたことを公言している。エクストリームの初期の楽曲などはバンヘーレンの影響を垣間見ることができる点で、典型的なアメリカンハードロックの要素もあるが、アレンジ、楽曲構成などはこちらも、 やはり大ファンであることを公言しているクイーンの影響も色濃くある。ファンキーなリズムを得意とする一方で、ギターソロなどのテクニックがあり、特にエクストリームの1枚目、2枚目のアルバムでの演奏で、日本においてギターヒーローとしての地位を確立する。弦飛び、複数弦にまたがるタッピング奏法などは現在でも高度なテクニックである。ソロ作などにおいてはボーカルを取る。 またソロ作においてはエクストリームに比べよりポップなメロディが目立つ。使用ギターはワッシュバーン製の自身のモデル N4 がメイン。ブリッジ側のピックアップにビルドーレンス製 L-500XL を搭載している。他にも N6、P4 などのモデルも使用する。またアコースティックギターはワッシュバーンの SBF-80 という90年代に 少量だけ製造された薄型のセミソリッドエレアコを使用し、ミッドナイトエクスプレスやモアザンワーズを演奏している。ジャムプロジェクトにもギタリストとして参加している。2006年発売のジャニーズ内のグループである嵐のアルバム、アラシック収録曲、ランナーイトレインのギターを務める。出身地ボストンのチームボストンレッドソックスに所属する松坂大輔のテーマ曲、 ジャイロボールの制作に参加。ミュージックフロムザマウンドに収録。ありがとうございます。